ハピネスタグのハピネスです。ウォーフレームソロソーティー攻略実況プレイやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今回ですね、最初ニュクス姉さん選んでおります。本日が8月3日土曜日のタスクですね。こちら、ベイヘック、さて仕事を終わらせよう、これで最後で。全然まだまだソーティーミッション続きますけどね。ヘックさん的にはこれが最後っていう感じらしいですね。救出火炎最初来てます。で、妨害エネルギー減少で、耐久セカンダリのみと、まあ一見なかなか重そうなんですが、ちゃんとしっかりねフレーム選べばそんなに重くなさそうな タスクかなとも思います。最初はね、もうバリバリ適切フレームのニュクス姉さん選択していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて行きましょうか。さあ行こう。今回も救出火炎なんでね、ヘルスが半減しております。まあリスナーにね、なんか面白いなとかね思ってもらえる動画にねしていこうと思います。今回もね、思いの丈などありましたらコメント欄ぜひぜひ書き込んでいただければと思いますね。今日はセロと、あと、待って、よし、セロとあとこれフルミン持ってきました。最近ちょっとフルミンの強さもう一回知りたいですっていうコメントいただきましたんでね、ちょっとあえてフルミンを選択してきました。フルミンのビルド紹介も含めてねやっていこうと思うんですが、非常にこいつ強いです。あー、ちょっと待って、ノックさん待って、ノックスは友達にした方がいい。うん、ノックスとか有効なやつは友達にしていきましょう。まあフルミもね、あのノックス、まあどの武器でも言えることですけど、あのヘッドショット狙っていけば大丈夫だと思います。大体レベル50代はね、当てるところ選ばなくてもほぼほぼ一撃かなという感じです。まあたまに当たりどころ悪くて2発っていうこともありますけど、基本ねサイレント武器で腐食ダメージ9000ぐらい出てるので非常に強いです。あと俺はね、あのセミがねすごい使いやすいです。このぐらいの撃つ感覚とね、発射速度、ね、弾の挙動、このぐらいの銃が俺一番得意なので、なのでね、俺的にはこれが一番いいなと思ってます。人によってはフルオートの方がいいよっていう人いるんですけど、俺としては完全にこのセミで戦うスタイルのフルミンをメインで使ってますね。フルオート逆に言えばほとんど使ってません。うん。そんな感じでございます。危ない危ない。そう、あのね、狙いやせ、撃ちやせ。やばいこれは。このフルミンが出たことによって俺のプライマリのそのうわ強えなって思う基準がブレましたね。だいぶショットガン並みに強いんじゃないかと思ってます。ただない、ただデメリットとしては飛距離がないこと、それが一つデメリットかなとも思うんですが、まあでもそれをカバーできるぐらいのね火力は持っているので問題はないと思いますね。オッケーオッケー、どんどん救出いきましょう、終わらせていきましょう。よし、到着しました。さてレッツゴー。うやばい、危ねえ、動き止めちゃったから危なかった。ワーデンに狙われたらその時点で終わりなんでね。終わりワーデン、おわおわおわ、3箇所回る、わ危ねえ、そのまま落ちてろや、一生な。オッケー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 、あいつに一生なって言ったんで多分一生来ないでしょう。オッケー、いるでしょ、いないのバカ、なんでいないのバカ、おい、やばいやばい、時間がなくなるぞ、急げニュークス、急げニュークス、急げニュークス、急げ、よし、オッケー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 、帰ろう帰ろう、お前出たよ今、時間がないって出たじゃん今。オッケーオッケー、よしよし、まあああいうバグもね存在するってことですね。初めて遭遇しました。出てきてんのになんか喋ってるみたいなね。お前友達じゃん、ノックス、あとは任せた、まさかノックスあと任せたっていう時代が来るとは思わなかったね。ノックスがあとは全部やってくれると思います、あの辺のグリニアはね。まあでもあいつはリスポーンっていう技持ってるんでね、ちょっとその辺りは気をつけていきたい。ワーデンもね、なぜか俺らの先回りしてたりとかね、他にもいたんかいみたいな展開にもなりかねないので、じゃんじゃん行きましょう。モキ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 キモキモキモキキモキキモ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 キ。さあ続いてリンボ君で向かいます。妨害エネルギー減少、まあリンボ君はね妨害のそのポイントにつくまでは余裕です。ダメージ受けずにいける。さあ行きましょう。まあグリニアの妨害はねちょっと手順多いですけど、まあ一回分かってしまえば余裕みたいなところはあるんでね、行きましょう行きましょう。リンボ、ポイントにつくまではしっかりと、あ、これ破壊されたマシンの方か、これ一番簡単じゃないですか。エネルギー減少である必要性もないぐらいに余裕ですね。まあいざとなればね、あの敵を倒したい時は2番もあるし4番もあるんで、そんなに重いタスクではないと思います。これねしっかり行きましょう。おい、やめてくれよ、よし、
そう、マシンってなんか採掘機みたいなね、戦車みたいなのを破壊するミッションですね、これは。オッケー、行くよ。一個近い？一個すぐそこ。なるほどね。破壊するときに異次元出なきゃいけないけど、え、何壊れたの？え、あいつら自ら壊してるね、今。なるほど。今、ランパート当たって壊れたよね。なんてこった。そういうやり方もあんのか？あいつら、ところ構わず撃ちすぎだろ。大丈夫か？なんかもうグリニア、天皇を殺すことだけに命をかけて、天皇が何しにここに来たっていうのはあまり考えてないようですね。そんなことあるんだ。え、俺じゃないよね、今破壊したの。だって異次元出てないし、今2番放っただけだったから。え、これちょっともう一回なんか確認したいな。これここにいると、あれかな。撃て撃て、ここだ。ダメージ受けんのかな、これ。あ、受けてる。あ、壊れた。マジか、初めて知った。あいつら結構バカやん。やばい、これ。超簡単。リンボ一元にいるだけで勝てる。これはありなのか。なんであいつらだけフレンドリーファイヤーなんだ。グリニア怒りますよ。なんで俺らだけっつって。なんで俺らだけフレンドリーファイヤーなんだっつって。ほら、俺乗るだけでいい。リンボ上に乗るだけでいい。異次元から一切出ることなく、ゼロキル撃破可能。しかも結構早い。すごいですね、これ。素晴らしい。最高です、リンボ。さあ、行きましょう。じゃんじゃん行きましょう。すぐそこまで行けば、俺の勝ちは決まってる。決まってるの、リンボー。まだまだこんなもんじゃねえぜ、俺のリンボ先生は。ーい、わっわっ、遠いよ。なんか今日タスク、やっぱりタスクの表を見ただけだと結構難しそうだなって思うけど、実際やってみたらそんなことはないミッションたくさんありますね。オッケー、次行きましょう。全然エネルギー減少、ヒルドリンで来ようかと思ったけど、むしろリンボを選択して俺は正解だった。はい、ではラスト、耐久セカンダリのみ、メサ姉さんで終わらせていきたいと思います。速攻でね、10分間耐久しまくります。どんどん行くよ、どんどん行くよ、俺たちはどんどん行くよ。さあ行きましょう。メサ姉さんのね、4番も使いつつです。そう、それも込みで持ってきました。で、肝心のセカンダリは、マグナスです。マグナスは利便が入っているので非常に強いです。おらおらおら、オッケー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 、よし。ただちょっと利便の関係性上ね、腐食ダメージが出せなくなってた感じがしたので、ちょっと感染ダメージで一応来てるんですけど、問題はないと思います。敵さえ倒せれば問題はないのでね。あとは生命維持装置をしっかりと出してくれれば、俺の勝ちは決まったようなもんだ。行きましょう行きましょう、どんどん行こう。うわーやばい、何お前ら同じことしてんだ。あっあっ、よしよしよし、結構属性がいっぱい入ってるんでね、いろいろなります。倒せるね。あとは狙う場所もしっかり、あぶえ、びっくりした、グレネードかと思ったじゃん。グレネード気をつけて、グレネードほど危険なものはないよ。オッケーオッケーオッケー、3番を放っておけばね、問題はない。さあさあさあ、ブッチャー君、さあさあさあ、ブッチャー君、やばい、ここドラム缶があるから怖いな。マグナスの弾が切れるぐらいの勢い。まだまだこんなもんじゃねえぜ。もうメサ強すぎてやばい。本当に。メサねえが強すぎて、もうどっこいどっこいって感じ。2番 !2 番も使って2番 !OK。2バウンドですよ。はい、はい、よし、エネルギー出した。ありがとう、イエス、ありがとう、イエス、イエス。OK。いや、いいね。生命装置ガンガン出してくれますね。もう1分半経ってる？早、時間が経つと早。やっぱ楽しいとね、時間が経つと早いね。いかに耐久といえど。それを感じますね。オッケーオッケーオッケー。みんなメサにやられちゃって。セカンダリですから一応ピースメーカー、リグレッターズはって感じ。すごい、ヘリクスで挑んできたメサねえって感じですよ。よし、オッケー。まだまだやめて。まだまだ撃たないで。俺が撃っていいのは俺だけだから。まだまだ全然撃たないで。日本語崩壊してるでしょ？それが私の狙いよ。来なさい、グリニア。ねえ、よし、やばい、殴られた、殴られた、人に殴られた、怖ーい。えい、あ、そうだった、セカンダリ、おお、ノックス来た、ようやく来たか男、男は黙ってやられとけ。そこで一気に、おい、まだ生きてる、さすがノックス。ただにこのニュークスじゃねえよ、ミスだよバカ。メサを目の前にして生き残れると思うなよ。やばい、後ろ。最近盾持ちがめちゃくちゃ強いからな。
気をつけよう。盾持ちにダウンさせられることが多い。まあ打ち止めさはダウンしないけどね。打ち止めさはダウンしません。なぜならダウンしないようにビルド構成を組んでいるからです。組んだのにダウンする、それは矛盾ってやつでしょ。グリニア、オッケー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 、余裕余裕余裕でございます。さあもう3分経とうとしていますね。余裕余裕。ただノックスまた来そうなんでね、気をつけよう。ヘビーガンナーとかね、あの辺をセカンダリーしかないからちょっとやりづらさを感じる。近接振りたい気分で丸ボタンちょいちょい押しててあれ出ないみたいなのちょっと今味わってますね。やばいやばい、後ろからも撃たれてる。ちょ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 、オッケー、さよなら。メサのハイスピード感が半端ないですね。ここ一箇所でなんとか賄えそうですね。はい、2番も放っていくよ。お、1番放ちた、まあいっか。来い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 、よし、1番の力思いしいな。オッケー、あの銃声が変わるのがいいですよね。ドキューンっていいね。あなたの心臓にキューピッドを送りますみたいな、そんな感じ。やめてスコーピオン、やめてー。オッケー、あとはスリップダメージでどっか行っちゃえよ。ヘビーガンナー来た、ヘビーガンナー来るようになりました。ですが全員さよならです。メサの目の前から消えてもらっていいですか。よし、オッケー、いっぱいいるときはメサでね。やばい、ヘビーガンナーが怖い怖い怖い。ちょい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 、オッケーオッケー、マグナスがよく効いております。よっしゃー、オッケー、こう壁貫通してる全然俺の攻撃もうコンテナに手突っ込んで撃ってるもんな。あーちょっとバリスタやばい、バリスタはやばいです、バリスタはやばいやつです。オッケー、こいつ火力高いからね、気をつけないと。オッケー、いっぱい来るな本当に、敵の量が半端ない。まだノックス、オッケー、ノックスには2番を入れていこう。ドーン、オッケー、2番発動してくれノックスに頼む。ノックスどこ行った、ノクシーは、ノクシーは、うちのノクシーは、オッケー、3番が復活したならこの調子でいける。ノックスいた、ノックス壊れろ、よし銃壊れた、いいね。お前のそのガラス頭を見せてくれ。ダメ、じゃあリグレッターズで行くわ。ダメなの、お前には役目はない、もう。オッケー、ありがとう。よし、メーサーがやばい、高レベル帯でもどんどん敵を倒していく、半端がない。よし、オッケー、よし、オッケー、まず一人また一人とどんどんグリニアが倒れていく。それもそのはず、相手がメサだから仕方がない。ふう、オッケー、よし、あとはスリップダメージで持っていける。よし、いいよ、いいぞ。目の前に敵が現れた時はその時はピースメーカーの出番だ。私のピースメーカーで一気に敵を潰せ。ノックス、ノックスはどこだ、ノックスを倒したい、ノックスをこのピースメーカーで倒したい。そんな私はメサリロードして、メサ、あれメサマグナスを持ってないよ、何それ、何その手、何三角押してもダメ、オペレーター来た、ダメだ、近接振らないやつだ、ほらカチカチっつってリロードしてくださいって感じになってる。やばい、マグナスを縛られた、メサのバグ発生です。治らない、死ななきゃ治らないこのバグは、やばいですこれ。これは正直来た、よしリロードした、いいぞ、ピストル弾薬手に入れたら来た、どういうこと、ジャムってましたね完全に、ジャムってやつですね、わかります、死ねー、バグにも負けないメサをよろしく。今日もバグったわ、ボーフレーム。一日何回かしら、しらー、オッケー、倒せ倒せ、来てるぞ、ヘビーガンダーとか来るぞ、そろそろまた来るぞ、ノックスも、ノックスもまた証拠にもなく来るぞ、これやめろやめろ、2番、よし、いいよ、危ない、乗り上げモーションやばい、やばいな、これ挟まれてるな、一旦避難、よし、いいよ、オッケー、危ねー、場所移動したくてまだ大丈夫だよね、オッケー、えっ、オッケー、ランサー硬いな、当たりどころによっては結構時間がかかる。よし、スリップダメージもだいぶ入ってくれるんでね、ありがたい。オッケー、オッケー、そこね、見えるわ、私には見えるわ。オッケー、残りのあんたたちは倒してあげるわ、これで。オッケー、さよなら、あと2分、ノックス来た、ノックシー来たー。
ッケー、小型生命維持装置だけはしっかりちょうだいね。危ない、よし、いいよいいよいいよいいねいいね、あなたたちのその戦いがない、やばいやばい、ヘビーガンナーがやばい、このヘルスでヘビーガンナーはまずい、ちょっと回復してからのピースメーカー、さよならヘビーガンナー、いいやつだった。オッケー、ブッチャ来た、エネルギー吸い取り野郎がいる、よし、オッケー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 、エネルギー吸い取り野郎を冷静に判断、倒す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 、リロード、ちょっと待って、倒す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 、オッケー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 、あと1分52秒、またノックスです、あっ、わー待って、リーチェックします、ノックスいたよね今、声したもんね、うわやばい、あぶねー、ちょっと回復しよう、オッケー、あのね盾持ち最近火力上がったんじゃねえかって思うぐらい強い、ノックス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 、危ねえ危ねえ、回復するわしっかりとね、あんたたちには負けられないよ、ノックス死んだ、おおなんてこった、よしオッケー、ノックスに捕まる前になんとか対処しよう、オッケー、あー精密装置回しましょう、あんまり生命装置出してくれてないんでね、オッケー、レッツゴーレッツゴー、ノックスノックス来たー、あいつの銃が欲しい、実装してくれ、頼むー、リーチェックします、硬い、リーチェックしますが硬いやつだ、ぐー、ああいつなのか、そうか、なるほどね、あのブッチャーがそうってこと、めちゃくちゃ硬いなあいつ、変なとこ入ってきちゃった、場所移動しよう、さすがのメサの攻撃を持ってもあれだけかかるっていうのは結構厄介ですね、腐食ダメージ入っててあれだからね、死ね死ね、何発かかってんだ、マニックが来た、横から撃たれてる、うぅ、ヘビーガンナーのいる速度だったよね、攻撃のダメージの受け方がね、あいつがねあのぐらいの速度でやってくるんですよ、削ってくるんですよね、まあヘルスにダメージ受ければねピースメーカーは永続的に続くので最高です、あとは本当にあのエクシマスを止めよう、どうにかね、死んだ、ようやく、おおいいね、ただ時間が切れるんですけど、これ急いで急いで、姉さん急いで戻んなきゃ、よしよし、いいよ、あそこの生命装置を拾って、小型生命装置拾って、オッケー、おお危ねえ、あ終わった、ちょうど終わった、あじゃあもうどっちみちクリアしてましたね、オッケー、すごかったね、怒涛の勢いでしたね、メサでよかったって感じ、そうほんとね、いろいろと強力な敵がぶち込まれてきていたので、しかもセカンダリのみでしょ、あれをセカンダリだけで射撃武器で倒そうっていうのはなかなか無謀の極みみたいなところもあったんでね、まあマグナス、リベン入ったマグナスとメサのおかげでうまい具合に乗り越えられたという感じですね、途中なんかアクシデントもありましたけど、あれマニックは、マニック来ないな、倒したかったんだけど、まあいった、よし、まずちょいと無敵入れてからのもう一回、死んだ、ちょいと無敵入れてからの時間切れる切れる、急ごうマニック、お前マニックじゃないな、もういいよというわけでクリアです、あ、またアナさん、もう今週アナさん多かったですね、本当に多かったって、またまだ明日も一日あるけれども、でもアナさん率めちゃくちゃ高かったですね、はい、ご視聴ありがとうございます、ではねビルド紹介の方含んで終わりにしたいと思います、最初にニクス姉さん持っていったやつは範囲特化ですね、うん、こちらエネルギーサイフォンコクションドリフトをつけてます、エネルギーがね勝手に回復していきます、これつけてると、はい、であとプライムドフロートクイックシンキングで即死攻撃を防ぐと、そんなに走行ないんでね、50しかないので、あとはプライムドコンティニティとオーガーメッセージですね、効果時間伸ばしておけば3番のカオスメインで使ってたので、これで敵同士がねいっぱい戦います、長時間43秒で、オーバーエクステンドストレッチ、オーガーリーチ、威力は使ってないのでね、3番特化のために範囲を 66.25m、 もうほぼそのエリア内の敵は全員戦い始めるみたいな、そんな感じです、それで弾幕を避けることもできます、 100% ではないですが、それで避けてね救出対象を逃がすとか、そういう感じのイメージでやってました、はい、次です、はい、メサお姉様です、メサに関しては非常に強いビルドです、リジュベネーションで勝手にヘルスが回復していきます、コークションドリフトつけているのでさらに速いで、プライムドフロー、クイックシンキングつけているので即死攻撃も防げると、で、ハンターアドレナリンとレイジがついているのでヘルスにダメージを受けるとエネルギーが回復します、そのためにクイックシンキングとプライムドフローをつけているので、その分ねエネルギー容量をクイックシンキングの分もすぐ確保できるという感じです、
あとはコンティニティとね、プライムドコンティニティとオーガーメッセージをつけて、こちらね、3番、シャッターシールドと、ショッティングギャラリー。ギャレリーかな、うん、こちらをつけて敵の武装を破壊したりダメージ軽減を起こしたりといろいろやってます。これ52秒と43秒だいぶ長時間持ちますね。でストリームラインつけておけばね、4番のピースメーカーの攻撃のそのコスト、攻撃してる時のコストをね抑えることができるので、非常に燃費の悪いアビリティなので、それをストリームラインで緩和しております。でバイタリティもつけてヘルスが945という感じです。はい、ダメージカットもね 80% なので、確実にヘルスにダメージ受けると思います。高レベル帯いってたら、その分ねこの2つでエネルギーを確保してすぐにピースメーカーで取って返せるようにという感じになっております。でリグレッターズなんですが、リグレッターズに関しては基本的なモッドが中心に実装されております。ホーネットストライク、ピストルペスチレンス、プライムド、ピストル、プライムドピストルガンビットね、オーガーパクト、リーサルトレント、バレルディフュージョン、ジョルト、プライムドターゲットクラッカーって感じですね。ステータス値は腐食を中心に状態異常確率も高いし、クリ率も高いという感じでね、あのノックスとか高レベル帯のノックスとかもねしっかりと倒せます。レベル100で出てきてもね余裕です。はい、であと持ってったのフルミンか、フルミンちょっとまたねフォーマーさせてビルド構成中なんですけど、セルレーションとかねハイボルテージとか、こちらマリグ&フォースとかね腐食を中心にやって、でこれマルチショットつけるとね9000ぐらいいきます、攻撃がね。であとスプリットチャンパーでマルチショットで、ビジラントアーマメントのレベルが最大になれば9000ぐらいいく勢いですね。であとはバイタルセンスでクリダメを伸ばしております。これ素の状態でクリ率が30あるので強いです、非常に。でインフェクテッドクリップで腐食ダメージの底上げを行っているので、さらに高いって感じですね。もともと極性がない武器なのでフォーマ育成必須ですが、強く使うには。でもその価値めちゃくちゃあります、本当に。うん、いいです、おすすめです。そんな感じかな。うん、あとはマグナスは結構いろんなとこで紹介してるし大丈夫かなという感じです。そう、霊気ダメージが入っちゃってるんでね、リベンにマルチショットついてるんですけど、ダメージも出てほしいね。今後またサイクルしたいなと思っております。まあ結構この辺はピースメーカーのビルド内容に似てますね。はい、そんな感じになります。というわけでね、また次回のソーティミッションでもお会いしましょう。お送りしたのはハピデンスダークのハピデンスでした。さよなら、バイバイ。ウッキー、昨日もウッキーっつった、今気づいた。